以上です。ピースじゃねえよハト。うん、俺らが聞きてよまずな。うん、どうやったら売れるか、それはあまりにもストレートな悩みですけど、うん、じゃあハト先生の売れてる人のイメージってどんなですか。まずそれまた使うんだ。隠れてねえよ、全然隠れてねえピーヨンで。素人です。ああいうイメージ、はい、素人です。ああなるほどね。ごね、いいおじすんにっちゃってね。まあまあまああれですよ、うん、僕らの周りでね、うん、まあ急に売れたりとかして、うん、生活変わった人っていっぱいいんでしょ。いいのかな。いいんじゃない。俺に聞いている。わかんないけど。まあまずそもそも僕の目の前に一人いるんだけど、売れて変わっちゃった人ね。だって初めて会った時小野くん坊主だったじゃないですか。はい、ああそうだった。それが売れてからというものなんか髪の毛伸ばしちゃってね、チャラチャラしちゃってね。違うの、あれがイレギュラーなの。まああの小野くんは声優界では割とほら売れてる方じゃないですか。売れてる方っていうか、まあそんなことはない。2006年ピークだったじゃないですか。確かにね、あそこからこう降りていく、徐々にね、うん、もうドラゴンオーツで終わりかなみたいなとこあるじゃないですか。確かにね、うん、あの時はたぶんおいふざけんな。なのでまあもうちょっと過去の人ですけれども小野くんは、はい、小野くん的にいいもん。じゃあ売れる秘訣ありますか。そうですな、うん、はい、うん、もう一回言うよ、はい、うん、ラックですか。ラックです。それどうやって引き寄せるんでしょうか。幸福です。え、どうやって引き寄せるんですか。そこ聞きたいよねハトもね、うん、ほら聞きたい。なんだろうね、僕でもお寺好きなんで、お寺行ってすごいお祈りしてるんですよ、はあ、いろんな仏像に、ありとあらゆる仏像に、うん、あのお寺は仏様を祀っているところで神様を祀ってるところじゃないよね。え、神社行ったら、神社は神様だよ。あ、え、お寺でお願いしても意味ない。お願いっていうか、うん、大仏を見ても阿修羅像を見ても、はい、十一面観音像を見てもお祈りですよ。はあ、いい役者になれますようにって。うん、俺今ちょっと会場が割と引き気味で、うん、僕から右側に会場があるんですけれども、そっち見れないんですけど、僕もさっきから左側を見れない。お前見ろ、お前が見た方がいい。流し目で見んな、気持ち悪い。ほんと気持ち悪い。俺正面にいんだから丸見えなんだから気持ち悪いんだよ、この君。すいません、はい、運ですよね、もう本当に。あ、運ですか。うん、だって努力とかね、はい、才能とかいうのもあるとは思うんですけど、まあそれ基本だからね。そう、それは当たり前。それが持ち合わせている人は当たり 当たり前、うん、それプラスアルファ運が必要。運です、はい、運と仏像に祈ることです。仏像か、仏像推しなんだね、でもね。じゃ あそういうヒロシはさ、はい、今年、はい、絶望しちゃったり、はい、努力介入しちゃったり、はい、売れまくってんじゃない。はい、だからヒロシが今入って感じ悪かったですね。そんなつもりさらさらないんですか。はい、すいません、はい、あのヒロシが思う、だから2007年ですよ、はい、2007年、ヒロシの年になったわけですよ。まあ、まさに、うん、まあ、この番組も始まったしね。そうそれはありがたいこと。その記念すべき年でもあるので、ヒロシが思う売れる秘訣2007を教えてくださいよ。あー、なんだろうね、うん、売名行為じゃない、売名行為。売名行為、気なくせえことになってきた。どういうこと。だからハトもこの番組とか人気番組に出て、どん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 もうハトです、ハトですって言って、まず名前から売れていくってこと。あ、それいい、それいいでしょ。それすごい、それいいでしょ。だからこの番組にも定期的にレギュラー的に出ればいい。わかりました。レギュラーになるんだ。レギュラーどんどん増えてない。でもちゃんこ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 、そうだね。ちゃんこちゃんこだって公開録音いるからね。いるからね。増えてんな。増えてるね、うん、まあでも、うん、あとはあのゲストに来なくても我々結構名前出してるからね。ありがとうございます、うん、確かにそこは本当ありがとうございます。いやいやいや、あと単行本くれたしね。そうだよ、他社ですけれども、他社だよ。単行本いただきまして、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、買ってください。あの一応他社ですけど、タイトル言っといた方がいいんじゃないですか。あと、あ、象の背中秘密っていうやつを書いてます。はい、象の背中秘密っていう、象の背中秘密。ありがとう。買ってくれた人いますか。あ、いますね。やったね。ちゃんとありがとうって言っておきなさい。ありがとうございます。はい。ありがとう。は
満面の笑みだ。この君はあれだもんね、今日持ってきてハートにサインもらったもんね、はい、うん、すごい簡素なサインだったよ、うん、しかもそのサインもまだこれ確定じゃないんですって言ってたなんかね、じゃあハトのサインプロデュースとかこの番組でやろうか。やろうね、あのっていうのちょっとさ、あ、いや簡単なものにしますけれども、あのリスナーからもじゃあ募集しましょうか。お願いします。あ、じゃあそういうことにしましょう。じゃあこの番組でどんどんプロデュースしていきましょう、ね、ハトをね、うん、募集しよう、どんどん募集しよう。それプラス今回は特別に、はい、オノディが、はい、売れる運もってこいの歌をハト先生とこの会場にいるみんなのために歌います。どうぞ。マジで、あ、はいはいはい、手拍子必要だったらやるよ、うん、どれぐらい、じゃあ、これぐらい、あ、もうちょっと遅っ、ね、うん、あの考える余裕が、売れる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 もてこい、売れる売れるもてこい、俺にもてこい、プレッシャーダメだ、お前にも、そして電撃祭来てくれてるお客さんにも、売れる運もてこい、ハトにも。ほらもうすげえ微妙だよ、もう全く向こう見らんなくなっちゃったよ、もうしんどいわ、小野くん。だから、はい、もう無茶振りですって言ってたじゃないですか、これは。え、あ、オッケー、割とオッケー、よかったよかった、本当優しい、皆さんならダメだね、ダメな人もいるね、全くダメだね、これが結構良かったら、あのまだ CD1 枚目出てないですけれども、うん、出るか出ないかぐらいなんですけれども、はい、小野くんのこの歌が良かったら2枚目とかあったかもしれないのにね、CD2 枚目はこれ、あるある、そしたらあるある、ハトがジャケット書くって、うん、本当に書きます書きます、ほらちゃんと歌った方が良かったんじゃない、もう一回行った方がいい、それのもう時間的に無しんどい売れて売れない、売れた売れてる、あ、もうしんどい、時間的にね、売れまくっている、俺の完熟ポリこれ遅れいいんじゃないかな、前よりいいかも、あ、前より、そう、今のハト OK が出た、今のじゃあその歌を持ってですね、ハトは今日はあの、はい、いいのか、その歌を持って帰ってください、はい、はい、はい今日 のゲストはちゃんと指摘されてんだ、御徒町ハト先生でした、ありがとうございました、ありがとうございました。